湯婆婆の正体は魔女です。つまり、もともとは人間なんですね。油絵というです、ね、あの銭湯で,です、ね、あのたくさんの部下たち、カエルとかですね、あとナメクジみたいな女の人とかですね、と働かせてます。 で、この油屋はですね、実はホワイト企業だというふうに言われてます。どんな人にも働く意欲があれば仕事を与え、新人に対しても優劣をつけず、手柄があればしっかり褒め、理不尽な客には上司として自ら撃退する、経営者として素晴らしい才能のある魔女っていうふうに言われてます。<laughs> 理不尽な客には上司として自ら撃退するっていうのがこれですね。えー、エコンテにもですね、あの、ドラゴンボールって書いてあるんですけれどもですね、<laughs> 顔なしにですね、カメハメハを発射するシーンなんですけども、カメハメハを放った 後に全然聞かなくてですね。顔なしからですね。あの泥をかけられて全身泥まみれになるというギャグシーンなんですけども、お客さんあんまり笑わないんですね。お客様とって許せんのっていう名ッセーを吐きながらこう <laughs> えー、住み込み環境は完全整備。制服と着替えを支給して食事あり。理由ある。休みには,は全然ありで。で、えー、仕事の開始始業はですね。札をひっくり返すだけ。タイムカードみたいに修行。何分前にいるべきというルールはないと使用でえー。就業。 指示抜けても怒られないし、従業員の起点による行動なら認めるというですね、完全なホワイト企業として書かれてます。で、面白いのはですね、これあの、分数の関係でカットされたんですけども、えーとですね、かまと千尋ですね、あの、縁ガを切るシーンのですね、セリフ、この犯行は恐ろしいと、あの犯行は魔女の、 あの、奴隷のハンコだっていうふうにですね。そうすると千尋が、私も奴隷かと思ってた。えふん、俺たちは劣気とした労働者だと。と自分で決めてここで働いてるんだよ。フレアにいるのも出ていくのも自由さ。本当の名前を魔女には秘密にしてるからな。っていうふうに言います。つまりこの自由契約なんですね。実は、岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひ,ぜひ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 チャンネル登録よろしくお願いします。